教えてマスター Q&A 秋華賞。よろしくお願いします。よろしくお願いします。牝馬の3回、最終レースですね。ねえ、本当ですね。なんかやっぱ G1 になるとすごいやる気が湧いてきます。ミーハーなんだなって思いました。れ、凱旋門賞、今年はどうしたの？ちょっと今年いけなかったんですよ。あ、そうなんだ。あれそう、だだけ言っから。てたのにね、ずっとね。そう、もう一年一大イベントだったので、ちょっと寂しいです。ねえ、こういう時にと、語れるとちょっと寂しいけどね。どうだろうね。はい。ねでもえ。でまあ、も結果まだ的結に果は出てないね、ですかね、今うん。週。あ、ね、そうそう。決闘的にはね、ちょっと凱旋門賞向きの馬初めて連れてたよね。一戦級そうで。です、そうです。しかも3歳なので、やっぱり楽しみですね。ねえ、ちょっとチャンスはありそうなんでね。楽しみですはね。い。ありがとうございます。では早速、過去10年の秋華賞の結果を見ていきたいと思います。まあね、牝馬限定でね、牝馬の3冠目っていうことで、実はね、レベル高くないんじゃないかと思われがちなんだけど、結構強いよね、去年もリバティアイランド、その前スタニングローズ、ね、あとデアリングタクトがいて、クロノジェネシスがいて、アーモンドアイがいてって考えると、結構名馬が勝ってるレースだよね。こう見ると三冠馬二冠馬が結構いるんですよね。うん、ね、だからこうやって見るとね、で、その後も意外と小馬になって活躍してる馬も結構いるしね、湘南パンドラとかね、古い子で言うとね、ジャパンカップ勝ってるとかもあるもんね。うん、という感じですね。なんか、記憶に残ってるのいますか？でも結構やっぱこのレースほぼほぼ残ってるんですけど、うん。でもやっぱアーモンドアイですかね。ああ、まあね。アーモンドアイはね、それはもう記憶に残るっていうか、ね、本当の、もうなんか、コバ、お数万初めて、入れてもね、名馬の一頭だからね。そうですね。やっぱ3歳でこの後ジャパンカップ勝つっていうのがすごいなと思そういましね。た。うん。もうね、本当ジャパンカップも強かったしね、そう考えるとね。ただね、リバティアイランドでそろそろ復活してきそうだし、まあね、まだまだスタニングローズもまだね、現役だし、楽しみな一戦かなって感じしますね。はい、ありがとうございます。では今年の主な出走予定馬を見ていきたいと思います。まあね、やっぱりオークスワンツーのチェルビニアとステレンボッシュ2頭が人気になりそうかなという感じですね。で、あとはやっぱりね、ずっと足を余し気味のボンドガール。ね、あとクイーンステークスをコバ相手に勝った黄金の空。あと、クイーンズウォークがね、前回強い、非常に強い勝ち方をしたので、そこらあたりが、人気になるのかなって感じがします。だからやっぱこの上位が人気になりそうなんですけど、なんか注目の馬いますか？でも春からずっとマスターも注目してくださってたボンドガールはやっぱり楽しみだなと思いますし、あとクリスマスパレードが出てくるかわからないですけど、でも出てきそうだよ、多分。そうですよね、あのステップレース。あ、なんか去年の POG で持ってたんですよ。だけど、そうなんだ。そう、だからやっぱ POG 終わってからみんな活躍しだすので、ちょっと困ってます。これあれだね、でもさ、POG もさ、まあさね、1年のあれだったらわかるけど、もうちょっとダービーの先までやってほしいよね、こういうのね。で、せめてなんかこのぐらいまでやってほしいです、秋まで。うん、ねえ、感じが。ね、1年間ぐらいね、有馬記念ぐらいまでやってほしいよね。はい、結構楽しみにずっと追っかけてた一頭です。はい、ありがとうございます。では早速コースから見ていきたいと思います。昨年はリバティアイランドが単勝1.1倍の断然人気で勝ち、後方からマスクド・ディーバが迫り2着、先行打ち目を追走したハーパーが3着でした。京都の開幕2週目ですが、押さえるべきポイントがあれば教えてください。まあね、これね、結構トラックバイアスが大きな影響を与えるレースで、去年なんかはね、リバティアイランドがもう本当完全に格の違いを見せつけて勝ったんだけど、去年はね、だけど内側有利だったんだよね。おととしもまあ若干内有利かな。で、逆にね、赤い鳥の娘とか勝った時はね、外から刺してる競馬もあったり、で、デアリングタクトの時マジックキャッスルが2着とか、後ろから行く馬が活躍する時もあったりとか、非常にね、京都の2000メートル自体はね、見て、コース形態見てもらえばわかるんだけど、コーナーすぐ回ってね、4回カーブなので、まあ、で直線のね、もう、最初のカーブまで300メートルぐらいなので、若干内枠有利なんだよね。あと、まあ、メンバー次第ではちょっと先行争い激しくなるんだけど、どうかな？今年はそこまで、まあ、なんかせ、あの、みんな先行したいってもいないんで、まあ、平均からややスローぐらいになると、やっぱ、2周目で前が残る競馬になる可能性が若干高いかなと思ってます。ありがとうございます。では続いてはオークスからです。オークスから1着のチェルビニア、2着のステレンボッシュ、4着のクイーンズウォーク、5着のランスオブクイーンが出走予定です。チェルビニアは後方馬群で、直線は外で前が壁になりましたが、
割って抜けて勝ち。ステレンボッシュは中短馬群から、直線はやや内で前が壁になりましたが割って伸び。2頭とも楽な競馬ではなかったと思います。クイーンズウォークは馬群の切れた行為から伸び、ランスオブクイーンは前2頭から離れた先行外目追走でした。上位2頭とは差があり、逆転は難しいでしょうか。まずね、オークス、本当ね、レース、冷静に見ると、まあ、チェルビニアもね、確かに不利があったんだけど、2着のステレンボッシュの方がね、内でかなり狭いとこで、4コーナーでね、ほぼ最後方まで位置を下げざるを得ないとこから追い込んでるんだよね。なので、着差で半馬身ぐらいあるんだけど、チェルビニアとステレンボッシュ、レース内容的にはね、まあ、通ったコース取りとかもいろいろあるんだけど、ただ、まあ、レース内、その今ね、直線でかなり位置が下がってしまったよねっていうところを加味すると、うん。ちょっとステレンボッシュが逆転してもいいのかな、みたいなレース内容でした。で、もともとね、ステレンボッシュは桜花賞馬だし、で、セルビニアで桜花賞でね、ちょっとね、うまく競馬ができなくて負けてるように、安定感という意味でステレンボッシュが上だし、まあ、力も若干ステレンボッシュが上かなっていう感じが多くからしたので、まあ、普通に考えると、ステレンボッシュの逆転がちょっと可能性高いかなと思ってます。で、セルビニア自体もね、弱いわけではなくて、本当ね、ちょっと直線でね、前が壁になったこともあるので、この2頭がね、実は100歳以上に抜けてる感があって、で、4着のクイーンズウォークは、実は前4頭から離れた5番手をポツンと気分よく追走しての4着なので、これね、不利あった2頭と考えると、着差以上に能力差があったんで、ちょっとね、やっぱこうやって見ていくと、オークスの内容を見ると、チェルビニア、ステレンボッシュ2頭が、ちょっと抜けてるかなって感じがします。で、クイーンズウォークはね、この後出てくるロードステークスで楽勝してたり、ね、考えると、で、あとラストクイーンとクイーンズウォークは、そこまで差がないかなぐらいの評価です。なので、チェルビニア、ステレンボッシュ、まあもうちょっとステレンボッシュがちょっと上で、チェルビニアが下で、かなり、このね、それ以外の4着以下とは差があったかなという内容で、なんかよっぽど展開に助けがない限りは、この2頭を、下位の馬が逆転するのは難しいかなという感じがしてます。ありがとうございます。では続いてもオークスからです。9着のアドマイアベル、10着のフォーエリート、11着のラバンダ、12着の黄金の空、13着のサフィラ、14着のミアネーロ、16着のタガノエルピーダが出走予定です。前2頭が離して逃げてハイペースとなりましたが、アドマイアベルとラバンダとミアネーロは中段、フォーエリートと黄金の空とサフィラは後方、タガノエルピーダは先行しました。マスターが巻き返せそうと思う馬はいますか？まあね、さっきの解説でも、チェルビニアが外を回って楽勝したように、別にトラックバイス的にはね、フラットな状態、かつ、ペースもね、まあ前が行ったまま残ってるし、極端にね、前が有利、後ろが有利ってこともない、ほんと力勝負の競馬だったことを考えると、9着以下はね、ちょっと見どころなかったね、どの馬もね。なので、まあ、かろうじて言うと、ね、この後巻き返す黄金の空とか、その前に前哨戦勝ったアドマイアベルとかを、ちょっと注目したいなぐらいな感じはあるけど、ただ、オークスの内容を見ると、さっきのね、やっぱりワンツーのこのチェルビニアステレンボッシュって、レース内容もね、見た目もちょっと抜けてる感があるので、で、4着のクイーンズオークともかなり差があるよねって感じがして、で、それよりもね、さらに負けてる、この9、10、11、13、14、16着でしょ？まあ、ちょっと、で、黄金の空がこの後クイーンステークスがあったから、アドマイアベルがちょっと、みたいな感じぐらいで、基本的にはちょっと上位2頭とは差があるなって見方でいいかなと思ってます。ありがとうございます。では続いてはクイーンステークスからです。1着の黄金の空、2着のボンドガールが出走予定です。やや重馬場で黄金の空は中段外目から伸び、ボンドガールは後方内目から直線は馬群を割って追い込みました。2頭は51キロの軽ハンデで古馬相手に勝ちました。マスターの評価を教えてください。まあ、まずね、クイーンステークスなんだけど、牝馬とはいえども、古馬相手に勝ったよねってのは立派なんだけど、ただね、牝馬の中でも古馬はあんまり強いのがいなかったことと、まあね、この黄金の空が勝つぐらい、さっき話したよね、黄金の空が多くて全く通用してないよねってことを考えると、まあ、そのぐらいのレベルと51キロの、軽量に恵まれたのかなという感じがしてます。で、まあ、ボンテと黄金の空2頭の比較で言うと、まあ、黄金の空は外を回っている。で、一方、ボンドガールは完全に内にいたんだけど、直線仕掛け遅れって見ると、まあ、ほぼ互角だけど、ただ、足の回し方を見ると、まあ、ボンドガールの方が若干上かな、ぐらいの評価でいいかなと思ってます。で、ボンドガールが今回のメンバーに通用するかっていうと、
そうね。黄金の空とほぼ互角だよねって考えると、さっき話したようにね、やっぱりチェルビニアステレンボシの2頭は、そのね、この黄金の空をね、もうかなり離してるんで、まあ、ボンドガールね、今抑える競馬でね、まだ上がり目見せてないのはあるんだけど、そうね、ちょっと急激なメンバー強化かなっていう感じがします。なので、まあ、このクイーンステークスの2頭で言えば、ボンドガールが若干いいけど、ただ黄金の空をね、物差しにすると2頭とも、ここまで、過大評価は禁物かなと思ってます。私、いまだにボンドガールは世代最強だと思ってます。ああ、そうかね。今まあでのもとね、ころは。伝説と新馬戦を勝ってる馬だからね。はい、楽しみです。はい。はい、ありがとうございます。では続いてはシオンステークスからです。1着のクリスマスパレード、2着のミアネーロ、3着のボンドガール、6着のフォーエリートが出走予定です。クリスマスパレードは2番手から押し切り、ミアネーロとフォーエリートはやや後方の内と外を追走し、ボンドガールは後方内目で直線は進路を外へ外へ切り替えて追い込みました。ボンドガールはここ2走は後方からの競馬で最後はいい足を使うものの勝ちきれません。新馬戦ではチェルビニアに勝っていますが、差はついたと見ますか？まだ巻き返しはあると思いますか？ですね、シオンステークス、クリスマスパレードが2番手追走から押し切ったんだよね。で、これね、時計も早いし、まあ強くも見えるんだけど、ただ、やっぱり開幕週のね、前が止まらない馬場状態の、時計がめちゃめちゃ出る馬場状態に恵まれた感もあって、なので、まあ弱くはないけど、前残りの展開に助けが必要かなっていうのがクリスマスパレード。で、ミヤネーロは中段よりやや後方の内目で足を溜めてうまくロスなく乗ったんで、まあ、これはちょっとね、足を余し気味のボンドガールには逆転されそうと思うんだよね。なので、この中で、前残りの展開で買うならクリスマスパレード。足型の展開になるようであればボンドガールの2頭ぐらいで、まあ、レース含めてやっぱりボンドガールがこのメンバーの中でちょっと1枚上だったよねって感じはするんだけど、ただまあ、最近ね、後ろから言ってるように、まあ、前残りの展開だったら、まあ、再度クリスマスパレードに先着されそうなので、この2頭をそこそこ評価すればよくて、で、まあ、もう一回ね、さっきの、クイーンステークスの話に戻ると、黄金の空と互角なのがボンドガール。で、ボンドガールがやっぱりね、このクリスマスパレードとかミアネーロもそうだけど、クラシックでは通用しない組とこのぐらいなので、やっぱね、オークスの上位2頭が強く見えちゃうよねって感じが、こう見てもするのかなと思います。ありがとうございます。続いてはローズステークスからです。ローズステークスから以下が出走予定です。レガレイラが断然人気でしたが、スローペースで最後方から届かず、5着で波乱となりました。クイーンズウォークは中段でかかっていましたが、直線は追い込み、テキトバイーストは大逃げから粘り、タガノエルピーダは先行内目から最内を伸びました。11着のサフィラはアルテミスステークス2着で、勝ち馬のチェルビニアとは0.3秒差で、もう少し走れてもと思いますが、マスターの評価を教えてください。まあそうね。ローズステークスの内容は、このね、レガレイラが断然人気で、レガレイラ一強みたいな感じだったんだよね。ただまあレガレイラがね、もうほんと後方からちょっとルメールが血のない乗り方をして、足を余して5着と。で、クイーンズウォークはね、そのレガレイラを除いたメンバーはやっぱ条件級だったので、このぐらいのメンバーならばあれぐらい強いんだなっていう感じがするよね。で、2着がチェレスタ、3着セキトバイーストっていうあたりなので、やっぱクイーンズウォークはこのメンバーなら強いけど、じゃあこうね、オークスの内容を見ると、上位2頭に通用するかって言われるとちょっと微妙なのかなとは思ってます。で、まあ、もう一回、じゃローズステークスの内容を整理すると、クイーンズウォークに関しては、1枠だったんだけど、早めに外目に持ち出して、力でねじ伏せた感があるし、着差もチャットで考えると、ローズステークス組の中ではちょっと抜けてるかなと。で、チェレスタは離れて3番手だったし、セキトバイーストは大逃げなんで、まあ、楽に逃げればセキトバイーストが今回逆転するかな、みたいな感じで、それ以下はちょっと苦しいんで、まあ順番セットクイーンズウォークはちょっと1枚抜けてる。で、その下にちょっとセキトバイーストぐらいがいるぐらいで、ちょっと厳しいのと、あとその、今話したようにクイーンズウォーク自体でも、やっぱりオークス上位と逆転するのはなかなか難しいかなって感じがするので、そこをどう見るかっていうのがポイントなのかなと思ってます。ありがとうございます。続いては最後の質問です。京成杯オータム杯で9着のキャットファイトが出走予定です。内枠でスタート後は花でしたが、前に行く馬がいて控え、中段の内を追走しましたが、少しかかっていたようにも見えました。桜花賞も内枠で先行内目にいましたが、直線で失速し最下位でした。今回のメンバーでは厳しいでしょうか？
まあね。まあ、KO 杯ね、あそこ行きたいのが強かったのと、あと、まあ、ね、一つ差し競馬になったにはあるんですよ。まあ、もともとね、このまま、桜花賞18頭立て18着だし、で、アネモネステークスも勝ったんだけど、1枠引いて好位の位から抜け出しただけなんで、まあ、そう考えると、やっぱりちょっと1戦9敗っては苦しいという見方でいいのかなと思います。なので、まあ、ね、いくら、コバの KO 杯使ったから、掲載杯使ったからって、ちょっとさすがに今回は厳しいという見方でいいかなと思います。ありがとうございます。それでは今週の教えてマスター Q&A 秋華賞でした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。